ご案内いたします。制限120海浜様、一番座席へどうぞ。制限120会員さん、よろしくお願いします。どうもお願いします。活動内容としてはYouTube ですね、動画投稿サイトの方に、車窓、鉄道の車窓をアップしたり、最近踏切なんかをアップしたりするような活動をしています。京急蒲田のところは多分400万ヒットくらい売ってるじゃないですか。400万。北陸新幹線、北陸新幹線 ね、なんか開業しましたよね、金沢行き。はい、当然乗ってきました。JR 九州で指宿の玉手箱号っていうのが走ってるんだけど、その時のルートは、羽田から鹿児島空港を飛んで、そこから各駅停車で枕崎ってと、ま、だ終点まで行って、鹿児島から枕崎、そう、うん、でそっから指宿まで戻って、で指宿の玉手箱号に乗って、特急で宮崎に行って宮崎空港から帰るっていう、トワイライトと北斗星ノーカットやってますよね。そうですね、トワイライトノーカットで行くと多分トワイライトが一番長いんじゃないですかね。そのノーカットの意味みんな分かんないって言うんですけど、これいろんなファンの方の意見を盛り込んだ結果、ノーカットになりました。